広島よっしゃー。何すか。殺すことは愛することと同じ、これは初恋である。検査は匿名でできますので。デコがあったかな。どんな感じだった。やっぱ痛いんだ。超緊張してきた。父さんが無職でも入れるようなとこに自分の部屋とかあるわけないじゃん。私らもうずっとこんなんかな。もう限界。とっとと楽になりたい。まあきついよな、東京で生きていくっちゅうのは。夢なんか全部漏れなく死ぬんだよ。不安定だよ。不安定に決まってんじゃん。わかんないよ。いつまでも引きずってんじゃね。